シグマ FP で合図を取るカメラマン山岸慎。山岸です。よろしくお願いします。今ちょっと記念写真みたいなのをちょっとこう流してますけども、3年ぐらい前から、会津に行って小さな撮影会をやってます。小さなって言ってもなかなかいい撮影会です。きっかけは？きっかけはもうあのシグマの山岸社長が、一回会津の工場を 見ないって言われて、会津の工場に見学行ってからですね、やみつきのようになりましてですね、もう芸者のこの芸妓さんの千代野さんと舞さんがとても良くて、初めは彼女たちを撮ろうということで行ったんですけどね。他にもモデルさん、あとはその以降は東京から、マリンちゃんとかいろいろ一緒に行って、東京から行って撮影会やってます。あの場所はいいですからね、もう協力っていうか、もともとシグマは会津にあるんで、会津のシグマの部長さんたちが骨を折ってくれましてですね、両手割烹マンゲロウって有名な、今これ映ってますけども、そことか福西本店っていうもう文化財、そういうところを撮影の場所としてですね提供してくれて、とてもいいなんか撮影会ができてますね。で今度はやるときっていう約束で、また今度は違うとこ行きましょうねってみんなで言ってたんですけども、ちょっと今年はどうなるか分かんないですけども、とりあえず3年やりましたね。お城でも撮影してるんですか？あ、もちろんです、もちろん。もう一番最初はもう鶴ヶ城で撮影をして、でもうだん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 こう行くたびにですね、会津の良さっていうか僕が見つけて、なんかまた行きたい、また行きたいっていう、そんな感じになってますね。この止まってる映像は僕が撮ってるんですけどね、止まってる写真は。まあこれはあの撮影のために撮ってんじゃなくて、合間合間に撮ってるんで。盛り上がりますね。盛り上がりますよ、うん、やっぱり会津まで行ってるっていうね、やっぱりみんな何時間もかけて行ってるってことで、ものすごく盛り上がりますね。まだ行くと天気もいいし、なんか空気もうまいし、そこでやっぱり撮影、女可愛い女の子を撮影するっていうのは本当になんか楽しいですよね。僕は一緒にこう同行してるだけで楽しいですよね。撮影会は撮影をした後高評価、もちろんもちろん、あの皆さんからデータいただいて、お座敷とかそういうところを借りてですね公表してます。去年は厳しかったですよ、本人たちにその場で見せてますから本人たちの意見もモデルの意見が入ってきますから、リアルですね。それはやっぱりね、あのポートレートっていうのはやっぱり撮った撮られた人っていうのがいるんで、撮られた人の意見がやっぱりね、いい悪いっていうのだけでもいいから聞いていった方がいいですね、うん。まあマリンちゃんね、うん、まあ、自然の中で撮るっていうのが一番ですよ。みんな楽しそう。いやいや楽しいですよ、楽しいですよ、僕がやっぱり一番楽しいもんね、うん。やっぱこういうことをなんかやってくれる、ね、あのシグマスピリッツっていうか、僕はね好きですね。次回も楽しみですね、うん。やっとね、やっとったらおかしいですけど、あの今回の FP 女の子撮れますよ、バチバチ。どうですか？いや僕はあのまああまり機材のことよくわかんないんだけども、触りがあってとデザインの良さ、まあ、ポケットに入るって言ったらおかしいですけども、コンパクトで、まあ、すぐこう撮影が始められるという、これはすごくいいことですね、うん。カメラが小さくなると、なんかスナップ用だって言われるのはとっても僕はなんか消せなくてですね、小さくてもポートレートは撮れるっていう典型的な、なんかカメラはあれば撮れるから、でいいカメラがあれば撮れるし、なんか今このカップル 45mm とバッチリなんか合いますよね。だから今年やればね、皆さんね FP 持ってる方でバシバシ撮ってね、なんか楽しめたんだけど、なんとかやりたいな、合図で。
次はこれは空撮なさったんですか。基本的にですね、合図を取ろうと思った時には空撮しかないなと思ったんですよ。でこの、ジャパンフライトの古田代表が先生飛びましょうって言ってくれたんで、だけど3回トライしたんですけど天気が悪くて、この日もやっとですね、やっと飛べたっていうか、でちょっとなんか遠くまでは山越えることはできなかったんですけども、まあお城周りを飛んで、でお城周りを歩くっていうのをテーマにしてたんですよ。でついでにちょっと会津の、シグマの五条を撮ろうって言って五条にかっこいいこう行きましたね。あいつシグマの工場ですよね、大きいんですよね。何ミリだったんですか。忘れた。ヘリって乗ってますから、そんな何ミリとか言ってる場合じゃないですよね。右行け左行けですから。いやいや、だけどヘリから撮るっていうことを、そんなね、僕は空撮専門じゃないんで、ちょっとヘリのイメージが違って、友達のね、加納さんに聞いてたら、窓が開くとかね、ちっちゃい小窓が開くとか、手が冷たいよとかいろいろ言われてたんですけども、とんでもないですね。エアコンが効いてですね、窓開かなくてですね、全然寄れなくていいフライトでしたね。風は結構あったんですけども、ヘリが大きかったんで、そういう意味ではヘリの恐怖はなかったですね。工場周りと、あとは、いや、だから基本的に距離がで、その飛ぶ距離がね、やっぱり何分、で最初は30分で戻ろうって言って、お城の周りと工場を取って帰ろうって言ったんですけども、パイロットの方がもう少しって言って、どん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 こうあいつを大きく見てくれたんですけども、残念ながら雲の向こう、今見える向こうにはもう行けないっていうのが、危ないからって引き返しましたね。で引き返した時にもう一度会津の町に戻ってきて、もう一回城、お城ですね、お城を見ながら、ぐーっとこう旋回しながらですね、でこれ桜咲いたら今だったら綺麗ですよ、行きたい、もう一回本当に。ここ線路があるんですけどね、ここら辺がちょっと今回のなんか僕のなんか写真魂っていうか、それに火をつけてしまいましてですね、この後出てくると思うんですけど、いいよね、美しい城ですね。あ、すごいですね、うん、周りがねとっても良くて、美味しい、僕の好きな甘いものとかいろいろあって、とてもなんか会津に住みたいなと思っちゃったりしますよね。なんか町に惚れると住みたくなるっていうタイプで、住んだことはないんですけども、やっぱりよっぽど嫌なことがない限りは何回も行きますね。これは2度目の、あ、これです、これです。ここに JR 東のなんか古いものがあったんですよ。これ転車台と扇形子っていって、扇の形になる車庫ですね、電車の。これですよね、今回この空撮で見つけて感動したものってこれですよね。あ、これです、このヘリです。このヘリがですね、乗り心地も良く、新しいですからね。本当になんか古田代表にはお世話になっちゃいました、うん、ありがとうございます。はい、嫁も同行してます、遊んでるわけじゃないんですけども、彼女はニコンにズームレンズをつけてやってますね。で合図を取るっていうことで、これから写真をちょっと見てください。この上から見たこの扇形子と電車台ですけど、電車も現役で走ってますから、とてもこうなんか鉄道好きの方には魅力的なところだと思いますね。僕はあんまりこういう鉄道なんかを撮るカメラマンじゃないんですけど、なんか古いものに惹かれるタイプで、どうしても撮りたくなって地上から撮ろうと思ってトライをしたんですけど、
撮らせていただくまでに2ヶ月、許可が出るまでに1ヶ月ですね。会津なんですけど、郡山とで仙台の候補の方と、そこら辺のやり取りをですね2ヶ月ぐらいして、やっとですね、やっと下から撮ることができて、この時も日帰りで朝車で2時ぐらいに出て行って、会津に7時に着いて9時から撮影という、もう決められた30分ぐらいでいいですよって言って入れていただいたんですけど、この辺に車止めて歩いて行ったんですけど、いや私ラッキーで、この日ですね、キハ40型っていう、機動車が、2日か3日後ぐらいにですねリタイアするってことで、その電車がですね偶然入ってきて、偶然に電車内に乗って車庫に入ったっていう、JR の方に「ついてますね」って、これ「ついてますね、この辺めったに取れないですよね」ってこう仕掛けたわけじゃないんですけど、偶然来ちゃったところに僕がいたっていう。この電車ですか？この、そうです。2日後に引退して、これももうやっぱり写真って運が良くないと撮れないですからね、なかなか。でこれがまあマッチスナップっていうか、マッチスナップですね。歩きましたか？歩きましたね。天気悪かったんでね、傘を差しながらね、雨の中を。だから難しいですねやっぱりね、古い街を全部撮っちゃうとまたちょっと違うし、観光写真みたいになるし、いやだからまあ僕はもうなんか会津にあるとこをちょっとこう切り取るぐらいしかできなかったんですけども、まだまだこれからですよ。今度泊まってみたいホテルなんです。なんていうホテル？いや、わかんないですね。今度泊まってみたいと思ってるんです。綺麗なとこ入れてもらったんですけど、名前忘れちゃった。お城、お城ね、いいですよね。もう一回ここで撮影会ですね。緑に囲まれて空気がいいし、本当にとても素敵な。温泉にも入って、温泉は私はもうね大好きなんで、東山温泉のね、いろいろ屋でワシナっていうところにいつも泊めてもらってるんですけども、おかみさんがとってもいい方ですね。で僕 のカオスという米米クラブ の大きな作品をですね、 蔵の中でご飯を食べるところなんですけども、そこに飾ってくれてるんですけど、小野田さんのねメイクの顔をご飯食べてる人、あんなでかいのを目の前にどうやってご飯食べてると思うんですけども。今年まだ行ってないんでね、行きたいですね。温泉にですよ、まあなんかあれですよね、スナップ写真を見るっていうのはちょっと照れますね。スナップっていうか、そうですか、うん、得意じゃないんで、また違う面の作品が、どうなんだろうね。あんまりこう深く考えないんですけども、まあなんか難しいですよね。まあ持ち屋持ち屋っていうことで、そういうのを撮る名人の人たちがたくさんいるんで、それはお任せしますけども。新鮮なんじゃないですかね。いや僕はだって常にカメラ持ってるんで、どんな時でも写真撮ってるからたくさんあるんですけどね。次は45mm、 これで去年ですけどね、デジタルフォトテクニック、フォトテクニックデジタル、そこで8ページぐらい撮り下ろしをさせてもらったんですけども、とてもなんかいい感じに、この女の子僕結構好きなんですよ。かわいい子ですね、うん、今回本当は、CP プラスあったら一緒に登壇する予定だったんですけども、矢崎ちゃんってね、とても可愛い女の子で、残念でしたね。皆さんの前でちょっとね、一緒に登壇できたらなと思ってたんですけども、笑顔もとってもねなんか良くて、まあ、女優ですね。
将来期待してます。だけどレンズ一本撮りって結構ポートレートってなかなか面白いですよ。頭も使わなきゃいけないし、やっぱレンズをズームレンズ持ってると動かない、ピューピューピューアップを引きってこうね簡単にできちゃうんで、なんか写真が簡単に写っちゃうんですけども、やっぱり一本のレンズで何ページも撮るってことをやるとやっぱりそこそこやっぱり難しいですよね。まあ、これからまあ、FP でポートレートを撮るっていうのをテーマで少し頑張ってみたいと思ってます。ちっちゃなカメラで大きな写真を撮るっていう、ちっちゃなカメラを持って、まあ最近ねこうやって動画で、まあ、動画うちは助手の、まあ、佐藤君がやってくれるんで、すごく時代に対応できてるんですけども、なかなかあれですよね、こういうことをしょっちゅうやらされてたら写真を撮って生きていけなくなっちゃいますね。動画でね、ただで皆さんに見てもらうのはすごくいいんですけどね、1万人とか超えないとお金出られないとか言ってるんで、そこまで努力するパワーないんでね。今回CP プラスがなくなって、結局は全て動画でですね、皆さんに各メーカーのやつを登壇してるんですけども、まあ何千人とか何万人とかの人たちが見るようになって、僕らが得意とした紙媒体がなんか動画に押されてなくなっちゃいますよね。あ、動画で宣伝できるんだ、こんなに簡単になと思うと、カメラもねすごく自分のところにあるものだけでできてるわけですから、あとはスイッチャーが欲しいなってマクファ君が言ってるんですけども、これでスイッチャーでも入ったらしょっちゅうやってて、だから山西事務所は写真じゃなくてね、YouTube の事務所になって、ただでそんなことやってたら潰れちゃいますね、会社が。 FP の使い分けの説明をなんかさっきなんか聞いたんじゃないの。いや FP で撮ってますよ、だから楽しいですよ。なんかねフィルターなんか使ったりしてとてもいいんで、まだまだだってそんな使い込んでないからね、FP を使って使い込んだっていうまでにはちょっと時間がなさすぎて、これからですよ、これから。いいところも悪いところも自分で見つけて、最近ちょっと分かったのが、まあ綺麗に写る、昨日いただいたお花をね、このお花を FP で撮ったらものすごい綺麗な発色して、この色難しいですよ、ものすごく。で、色のカメラで撮ってるんですけども、 FP はこれが綺麗にこの赤が出て感動しましたね。今後は楽しみですね。そうですね、まあ、また、まあ、ちょうどねいい機会ですから、一回頑張って女の子撮ろうって思っております。さっきはすごくリハーサルやった時はすごく短かったんですけど、今度は長い一人でやっぱり20分近く話をするっていうのは大変ですよね。もうだって映像も切れてるんでしょ。やめましょうそろそろ。シグマ FP で CP プラスはなかったけども、山岸プラスでよろしくお願いします。